ジェフ・ゴードンはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元ナスカール、ドライバー。4回の年間王者、歴代3位かつ、現役最多となる93勝を獲得。そして、ナスカールドライバー史上初の生涯獲得賞金1億ドルを達成。現在はオーナー職を務めている。日テレ G で紹介されていた時の名称は、ミスターナスカー。カーナンバーは24。 幼年期よりスタートした彼のキャリアは若干20歳で早くもナスカールのブッシュシリーズへと進む。最高峰ウィンストンカップにステップアップした1993年はややリスキーと話題になりながらもルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得する。それらの批評を好転させた1995年にはデイル・アーン・ハート・シニアにセリ勝ちカップシリーズチャンピオンに輝く。1997年には 1985年のビルエリオット以来2人目となるウィンストンミリオンを獲得。その後も活躍を続けて歴代単独3位となる4回のシリーズチャンピオンを獲得2000年前後よりヘンドリックモータースポーツのチーム運営にも参加する。2001年を最後に自身はチャンピオンに届かずにいるが彼がオーナーを務める同僚のジミー・ジョンソンが2006から2010年 2013年、2016年の年間王者となった。また、2009年には、ナスカール史上初の生涯獲得賞金1億ドル突破の金字塔を打ち立てている。カップシリーズで初めて、ビクトリーレーンに上がった1994年から2007年までシーズンで1勝以上を挙げていたが、2008年度ついにカップレースでシーズン1勝を達成できず、 ジェフは終わったなどと散々に言われたが、2009年のデートナ500予選であるゲータレードデュエル第1レースで勝利、その後シーズン第7戦のテキサスで47レースぶりにビクトリーレーンに上がり、まだまだ健在であることを示した。トラックを選ばずに早いオールラウンダーであり、2012年最終戦、ホームステッドマイアミで優勝したことで、スプリントカップシリーズでの全トラック制覇を達成した。 2015年1月22日、所属するヘンドリック・モータースポーツは、2015年シーズンが、ジェフ・ゴードンのフルタイムで出場する最後のシーズンになると発表した。2016年のスプリントカップにおいては、ドクター・ストップで、シーズン途中より欠場となったデイラーン・ハート・ジュニアに、代わり、第20戦ブリックヤード400等、合計8戦に、スポット参戦した。 太字予選タイムによる、ポールポジション。車体、ポイントスタンディング、または練習走行タイムによる、ポールポジション。サイタラップリード。スプリントカップシリーズデートな500ブッシュシリーズ、ジェフゴードン2、ランファイナルフル、タイムナスカールシーズンイン2015。ヘンドリックモータースポーツ、httpww. ヘンドリックモータースポーツ .com、ニュース。 アーティクルズ、51426、ジェフ・ゴードン2ランファイナルフルタイム、ナスカールシーズンインマイナス -2015-2017 年5月19日、閲覧。アーンハート2ミスネクスト2レイせず、ゴードン2フィルイン。ヘンドリック・モータースポーツ、httpwww. ヘンドリック・モータースポーツ .com、ニュース、アーティクルズ、68794。 アーンハートツーミスネクストツーレイセズゴードンツーフィルイン2017年5月19日閲覧アーンハートツーミスワットキンスグレンブリストルゴードンツーフィルインヘンドリックモータースポーツ http www. ヘンドリックモータースポーツドッ c o m ニュースアーティクルズ69346 アーンハートツーミス・ワトキン・スグレン・ブリストルゴードン・ツー・フィルイン2017年5月19日閲覧アーンハートツーミス・ミシガンダーリントンボーマンゴードン・ツー・フィルインヘンドリック・モータースポーツ http www. ヘンドリック・モータースポーツドット・コムニュースアーティクルズ797アーンハートツーミス・ミシガン・ダーリントン・ボーマン ゴードンツーフィールイン2017年5月19日、閲覧。デール・アーンハート・ジュニア、2ミス・リメインダー・オブ・2016シーズン。ヘンドリック・モーター・スポーツ、http www. ヘンドリック・モーター・スポーツ。com、ニュース、アーティクルズ、7378。デール・アーンハート・ジュニア、2ミス・リメインダー、オブ・マイナス2016シーズン2017年5月19日。 閲覧、ありがとうございます。